見守っています。あーお腹減ったな。はい、山口くん、おにぎり。うわ、橋本、ありがとう。山口くんを見守っています。やっべえ、教科書忘れてきちゃった。はい、山口くん、教科書、ノート、鉛筆、消しゴム。ありがとう橋本。明治産業の24時間ガスセキュリティシステムはガスの状態を集中監視センターで24時間365日見守ります。万が一の事態でもガスを止めて事故を防いでくれます。どうしよう、傘持ってきてないや。橋本、入るか。山口くん、暮らしにプラスの価値を。明治産業。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週はスタジオクラの松崎さんをお迎えします。この番組には2度目のご出演となりまして、はい、糸島の2条にあります、スタジオクラ。はい、はい、もともとその代表されてある松崎さんが、うん、この二条にが地元で、うん、で、ご自身がドイツにですね、滞在してらした時期などもあって、うん、作家活動でもともと絵描きさんでいらっしゃるんですけれども、うんうん、で、その経験も踏まえながら、そのご自身が、環境としてあったその蔵、うん、まさしくその実物の蔵ですね、はい、糸島にあった蔵を、アーティストインレジデンスの施設、そして絵画教室の、施設として、展開をされ始めて、うん、今ではもう絵画教室は本当にいくつもの教室を持たれる、うん、非常に大きなものになっていらっしゃいますし、うん、そしてあとアーティストインレジデンスですね、うん、この番組お聞きの方はすでにご存知の方も多いかもしれませんが、改めてご説明すると、うん、県外だったりとか、うん、国外だったりとか、いわゆるその土地の、その在住者じゃないアーティストの方がある土地を訪れて、でそこで滞在制作をしていくと、うんうん、でその滞在制作の期間中、その土地のインスピレーションだったりとか、ワークショップなども経ていきながら、うん、その場所でしかできない作家活動をですね、うん、実践して、で披露していくというようなものですね、うん。で、この、蔵の方でも2007年からかな、うん、大量な海外のアーティストをですね、うん、本当にこの後松崎さんにもお話お聞きするんですけど、うん、多分日本でも有数の作家数をですねお迎えして、うん、アーティストインレジデンスを展開されている施設なんですね、うん。で今回、その、スタジオクラがですね6月27日と28日の2日間ですね、うん、展覧会をまた、そのレジデンスの作家さんたち3名の展覧会があるということで、うん、今日はちょっとお迎えしてお話をお聞きすることにしております。もう松崎さんのその語り口が僕は大好きでですね、いいですよ ね, ね, ねすごい大好きです僕もね。どうぞ楽しみに、まずはインタビューをお聞きください。今回のゲストは、この番組には2度目のご出演となりますが、スタジオクラの松崎さんです。松崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回ご出演いただいたのが2018年の9月でしたので、はい、ほぼ2年ぶりということになるんですが、まずは改めましてスタジオクラについて伺っていきたいんですが、うん、場所は糸島なんですよね。はい、そうです、糸島です。どんなことをされてる場所なんでしょうか。主に活動は2つしてるんですけど、アーティストインレジデンスといってですね、海外のアーティストを毎月受け入れて糸島で滞在制作をするという活動と、あと幼稚園とか保育園に美術を教えに行くといったような絵画教室を行ってます。うん、実は今この収録させているさせていただいているこの時間も、もう本当にお忙しい中ですね、時間を割いていただいて、その絵画教室の合間なんですよね、今ね。そうですね、今保育園の行動で喋ってたんですけど、ちょっと子供が入ってきたんで外に出てきました。すみません、こちらとしてはもうお子様の声が入る分はもういくらでも大丈夫なんで。あ、本当ですか。いらっしゃる、多分暑いと思うんでね、涼しいところでお話よろしくお願いします。はい、いわゆるコロナ禍で、はい、レジデンスの、ね、内容も どうなっていくのかなとこちらは心配していたんですが、この数ヶ月もアーティストの方は海外からいらっしゃったりしてたんですね。ですね、これは新たに来たっていうよりかはですね、うん、2月ぐらいから行ってずっといた人が
まだいるっていうのと、あと一人は京都に住んでる外国の方が来たっていうのでですね、海外から新たに来てるっていうのは今はない状態です。逆に今いらっしゃる方々はその、はい、例えば母国に戻れなかったりとかちょっと控えてるとかそういうこともあるんですかね。そうですね、飛行機がキャンセルになってですね、もう飛行機がないので帰れなくなってですね、それでまあ、ビザを伸ばしに一緒に行ったらまあ、そういう事情ならっていうのでまたビザが3ヶ月伸びましてそのまま今いるっていう状態です。このレジデンスがね、倉さんはもう、はい、ね、2007年ぐらいから始めてらっしゃるんですかね。はい、そうです。もうたくさんのアーティストの方いらっしゃってますよね。そうですね、普段だったら毎月10人ぐらい来てるんですけど。すごいですね。今は3人でこれから先はもうちょっとどうなるのかわからないですけど、はい、いや改めてホームページで倉さんのそのレジデンスアーティストのリストをですね拝見するとこんなにたくさんいらっしゃってたんだなと思って、はい、そうですね、ちょっとわからないんですけど日本で多分一番来てるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、これ今絵画教室と、まあ、両立でやってらっしゃると思うんですけどこれどんな運用形態でずっと回してらっしゃるんですか。ですね、うん、僕ドイツにずっと住んでたんですけど帰ってきた時にですね、まあ、NPO 法人にするか会社にするか宗教法人にするかをちょっと悩んでたんですけど、はい、ドイツとかで結構いろんな美術とか演劇の活動の団体とかを見てたんですけどやっぱなんかこうなんか政権が変わったりとかですね助成金が出なくなった時に活動が続けられなくなるっていうのを、よく目にしてたからですね、うん、自分で活動するときは、自分で稼いだお金というかで、そんなに大きくなくても、自分のできる範囲で、末永く続けていけたらいいなと思ってどの携帯がいいかなと思って会社にしようかなと思って、株式会社にしてやってます。なるほど。これって具体的にそのアーティストさん のどういう部分を補助してあげている感じなんですか。ですね、レジデンスコーディネーターっていう方がいて、その人が例えばなんか取材をしたいときにですね取材を申し込んで通訳でついて行ったりとかですね、うん、あとそういう工芸とかに興味がある人は、和紙作り工房とか陶芸の工房に連れて行ったりとか木版とかの工房に連れて行ったりっていうサポートとあとは展覧会の企画をして展示の設営とか手伝ったりあとワークショップをしたい人はワークショップの企画をしたりっていったのをサポートします。もうたくさんのアーティストの方がスタジオクラに訪れていらっしゃいますのでもう今はもうアーティストさん同士のこうコネクションみたいなものもそれぞれできてるでしょうね。そうですね、誰かの紹介でっていうのが結構多いですね。いいとこあんぞ、はい、日本にと。なんかもうずっと自分の地元なんで本当は そこまで何がいいのかあんまり分かってないけどでもやっぱ都会ってどっちかっていうとどこに行っても都会だからですね、うん、大都市っていうのは都市がもう都市なんで、意外とそういう、うん、こうなんか自然が綺麗だったり田園風景が残ってるところが意外と制作意欲が湧き立ったり集中して制作するのにはいいのかなと思ってます。やっぱこういう日本 のユニークなそういう文化だったりとかその土着の習慣みたいなものを結構見つけて作品化されることが多いですか。そうですね、そういうのがやっぱ多いですね。展示は結構倉さんの中だけでやられるんですか、それとも結構街に出て行って、街のそういう環境とかで展示するようなこともありますか。そうですね、
近くのなんか神社とかを使ったりとかですね、田んぼを使ったりとかですかね。あと道、小道を使って展示したりっていう、まあ、田舎でしかできないようなことをやってますね。はい。そういう意味では糸島の、地元の皆さんはもう倉さんの周りで外国人の、その作家さんがいろいろものづくりしているっていう風景に、相当もう慣れてるというか、また違う人来たねみたいな感じなんですかね。そうですね、そんな感じですね。なんかもう迷ってたりとかパンクして困ってたら、とりあえず蔵に連れてこられるみたいな感じになってますんで、はい。糸島で困った外国人がいたらもう蔵蔵にに行連れけて行と。けと。はい、そんな感じで、すよくご電話いとですかかっね。てます。駅を困っとったよとか言って。はい。僕、糸島出身なんあ、で、そうだ。すごい、もう誇らしいんですよ、倉さんの存在って。僕、は実家は波多江駅なんで、倉さん、壱岐さんが一番近いんですかね、駅としたらね。い。そうですね、壱岐さんが一番近いです。ですもんね。なんか、糸島にこんな、ねえ、世界に開けたそうですとよ。ころがあるってのはもうね、国際レジデンス施設ですね。まさか、そんな人が来てくれるとは、本当想像してなかったからですね。もう、なんか本当、びっくりしてますけいど。や、だって2007年から数えたら、もうこれ13年継続してらっしゃるってことですもんね。そうですね、はい。人数で言ったらもうすごいんじゃないですか。1000人近くとかなるんじゃないですか。いやー、途中からちょっと数えるのがだんだんちょっと大変になってきて、ちょっともう、あまりわからないですね。1000人は行ってないと思うんですけど、はい。これ松崎さん、メディアの人間からご助言しておくと、数言うと結構ですね、メディア食いつきますよ。本当ですか？ はありがとうございます。い。一回まとめて数えておくといいと思います。まあ、現在はちょっと、状況もね、普段の生活とは変わってきてますので、レジデンス事業もこれからちょっとね、どうなっていくのかっていうのも気になるんですが、今は、3名の方が今、クランにいらっしゃるんですかね。はい、そうですよ。今、3名、蔵にいて、1人、武雄でもやってるんですけど、武雄に1人、移動して、はい、やってます。で、今回インタビューさせていただくきっかけの一つが、実はまさに今日、放送日の今日 展示楽しむことができるというのもありまして、よかったら今レジデンスにお越しになってる方のアーティストさんのね、紹介などもしていただきたいなと思うんですが。今ですね、3名のアーティストが来てまして、デンマークとカナダとオランダから、来てます。マダユキさんというデンマーク人の方なんですけど、この人はおばあちゃんが日本人だったみたいでですね。それで、一度日本に来てみたかったっていうので、去年の秋ぐらいから京都にずっといるんで、お菓子屋さんでアルバイトをしながら、絵を描いてたみたいなんですけど、で、今回、1ヶ月こちらに来て、絵画の制作をされてます。で、そうですね、この人は今回の展覧会では、ちょっとなんか難しいんですけど、集団主義と個人主義に対する、彼女なりの考えや気持ちを伝えるものだそうです。で、デンマークがやっぱ個人主義的な、ところだそうで、で、集団主義の価値観を持つ日本の、との違いみたいなのを考えながら、絵画制作を行った結果を展示します、今回。これ、糸島で実際に作品を作ったものが、展示される形になるんですか？はい、そうです。アレキシー・ラザレブさんっていうカナダのモントリオールから来られた方が、結構大きい木版画を、何枚か展示されてですね、この方は版画が、メインの活動なんですけど、日本もやっぱ木版画って、
結構有名なんで、なんかそういう興味があって日本に来たみたいなんですけど、まあ、今回はもう半年ぐらいなので結構いっぱい作品がですね、あのすごい見どころのある展示になってます。彼はもうなんかすごい糸島が気に入ってですね、でなんかまた戻ってきて蔵で版画工房を始めたいって言ってて、すごいやろっかとか言って、2022年ぐらいから版画工房みたいなのもやろっかなと思ってます。すごいですね。あの辺をちょっと村みたいにしたくてですね、芸術村みたいにしたいので、なんかそういう版画ができる場所があったり、絵を習う場所があったり、制作する場所があるっていう場所になっていたらいいなと思ってますね。なんかもうでもそのビジョンはもう指がかかってる感じしますね。いやーもう早く早く やりたいんですけど、なかなかやっぱいろいろありますね。本当いきなりコロナが流行ったりとかですね。なるほど。はい。であと一人のセブアグレッシティさんって方はオランダから来られてるんですけど、イラストレーターでですね、でこれまでニューヨークタイムズとかアップルとかグーグルでもイラストを描いたりしててですね、結構そういう、イラストの世界で有名な方なんですけど、で今回糸島で見つけた風景、面白い風景をなんか彼なりにイラストにしててですね、すごい面白い仕上がりになってて、これぜひ見に来てもらえたらなと思ってます。これちょっと下世話な質問になるんですけど、このタイミングで作られた作品たちっていうのは作家さんがお持ち帰りになってしまうんですか？そうですね、だいたい持って帰ってるんですけど、たまにですね、購入を希望される方がいたりして、購入される場合もありますね。出会いはどこにあるか分かりませんからね。もう絶対にこれ持って帰りたいという方もね、ご覧になる方いらっしゃると思いますしね。そうですね、もう意外と世界的に有名な人の絵がなんか格安で売ってたりするんで。そういうことですよね。だって今のアレクシーさん、何でしたっけ、セブさんとかは、アップルとかね、そういうグーグルとか、なんかそういう大手ともやってらっしゃるぐらいの方ですから、それが糸島でね、オリジナルの作品が買えるかもってすごいことじゃないですか。かなりすごい手頃な価格で売ってますんで、もしよかったらぜひ見に来てください。いや、このレジデンスっていう事業、僕はこの番組を通して初めて知ったんですけど、なんかすごいことですよね。やっぱりその空間じゃないと生まれないじゃないですか。その期間ね、糸島にいたからこその作品ができてるわけですから、これは見たいっすよね。ねえ、やっぱいつもと違う空間でこう生活することでですね、やっぱアウトプットも自然と変わってくるんでですね、もうここでしか本当できないものができてると思いますので、はい。これが展示が6月、27日28日の2日間で展開中ということで、これ放送する日は28日になるので、これの夕方までってことですね。そうです、夕方まで、夜6時までかな、6時までやってますので、はい、スタジオクラで見れるということですね。はい。あと、まさくさん、はい、前ご出演いただいた時には糸島芸能についても話を、ね、伺ったんですけど、芸術祭ですね、はい、本当はですね、先月末にするはずだったんですけど、ちょっと今回のあれでキャンセルになって、来年一応もう一回企画し直して来年やろうと思ってます。まあ、1年ぐらい延期する予定と。そうですね、1年後の5月末ぐらいを予定してます。
ちょっとまあ残念ですけどね、うん、仕方ないですよね。まあしょうがないですね。発車が来れなくなったりとかですね、まあちょっと人が集まるのもやっぱ良くないということだったので、はい、うんうん、そうですね。まあ安心して開催できる状況になるまでは、そうですね、もう早くそんな日が来てほしいです。うん、松崎さん、今後のなんか活動のご展望みたいなのっていうのはあったりするんですか？そうですね、多分その二条がどんどんちょっとずつですね、高齢化とかでまあ家とかちょっとずつ出たりとか、街の活気が失われていく中でですね、うん、なんか美術の力で、まあ、少しでもなんか田舎からですね元気を発信できたらなと思ってます。うん、実際でも今松崎さんがこうやって絵画教室とか、レジデンス始められて、まあ、それを求めていらっしゃる方っていうのは結構増えたんじゃないんですか？そうですね、やっぱ定期的にやってるからですね、それを目指してきてくれる方がいたり、うん、多分本当偶然だと思うんですけど、近くに額縁屋さんができたりとかですね、カフェができたりとかして、まあなんとなくちょっとにぎわいが感じられるようになってきてる気がしますんで、はい、うん、松崎さん的にはやっぱあれですか、このエリアにまあ定住してくれる若者が増えていくのが一番嬉しいことになりそうですか？やっぱそうですね、まあ、定住とまではいかなくても、まあ、定期的に来てですね、そこでなんかやっぱこう制作活動とかやってくれたらこう、うん、嬉しいなと思いますね。うん、なんかでも改めてこうやってお話ゆっくりお伺いできると、やっぱその福岡の地元で、うん、こういうやっぱ優れた活動、しかもまあこういう世界的なですね、うん、活躍している方たちも含めてお迎えしてやっているっていうことを、いや僕らも力不足なんですけど、やっぱまだまだきちんとお伝えしきれてなかったななんて思っていて、これ届けたらきっとまだ、うん、はい、それなら行ってみたいわとか、それちょっとやっぱ俺も一丁かみしたいわっていう、うん、ヤングは多い気がしますね。ぜひヤングに来てほしいです。私なんか絵描く人とかでもなんかその、まあ、教える側に回ってこうなんだろうベースのなんか仕事も作っていきたいとかっていう方たちもきっと増えている気がするので、うん、なんかその辺とかもなんかそのスタジオクラが持っているいろんなファシリティというかその機能が、うん、はい、なんかいろいろ横串になってちゃんと機能しそうな、もう本当になんか玉は揃ってる感じがすごいするんですよね。うんうんうん、これ糸島からどんどん生まれますよ。間違いない。20年後ぐらいにはもう松崎村長になってる。芸術村の村長になるのが一応夢ですね。そうですよね。いやでもなんかちょっと見えますもん、僕松崎さんがちょっとおっとりした感じですごい国際的な作家たちに連絡取ってる村長の姿が。これからも応援してますし、うん、また動きありましたらぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。展覧会も本当にすごい良さそうなので、ちょっと僕もぜひ足運べたらななんて思ったりしてるところでございます。はい、お待ちしてます。はい、というわけで、もうお時間がねそろそろ来てしまうというので、はい、またゆっくりお話伺えたらと思いますんで、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。松崎さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。クイズ明治アタック、あなたのチョイスが未来を変える。問題です。2016年4月の自由化以降、生活に合わせて選択できるようになったのは電気。正解。では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガス。正解。では明治産業電機の契約に切り替えるときに必要なものは、最新の電気の検針票が手元にあればスムーズ。良いでしょう。では賃貸住宅、マンション、アパートでは一部を除き切り替え可能。お見事、全問正解です。おいお母さん、うちのガス明治産業だっけ？暮らしにプラスの価値を、明治産業。